激辛ジョニーです。今日もみんなのお尻に火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。で、今日のお店なんですけれども、九州のから出てきたお店なんですかね。辛いラーメンみたいなのがあるらしいというね、情報をキャッチしたんで、今日はねそこに行きたいと。で、そんな話をしているうちに今日もうね着いちゃいました。はいはい、今日のお店こちらです。じゃじゃーんと、クリスブバイガーラ総本店ということで、見てください、これ、ね、メニューがいっぱいありますわ。なんだこれ、肉汁なんちゃらとか、大分ね、博多といったらね、九州って博多もつ鍋とか、ね、こういろいろあるんですけれども、うん、恵比寿さんといったらね、恵比寿ビールが有名なんでね、恵比寿ビール飲んでいい気持ちになってね、オーケーオーケー、恵比寿ビール、オーケー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 、オーケー、こんにちは、成功。じゃあ早速入店していきましょう。レッツゴー。はい、じゃあジョニーが来ましたよ。オーケーオーケー、ジョニーが来たよ。オーケーオーケー。はい、というわけでやってきたんですけれども、ね、九州うまかもんさんですね。この宮崎辛麺と、真っ赤で、ちょっと辛そうですけれども、じゃあ注文していきましょう。すいません、宮崎辛麺。結構辛いですか？辛いです。辛さの源って何ですか？辛さの源は唐辛子。唐辛子。唐辛子。鷹の爪とか。はい。完食できない人とかいますか？辛さを辛くすると、はい、あ、なるほど。辛さの調整ができると。はい。辛さマックスをマックスにしていただいて、辛さマックスマックスで、あと、エビスビールも、エビスビール、ありがとうございます。エビスだね。乾杯、ルネさん。ちなみにそれを食べる人は今までいない。なんとあれです、なんとここまで激辛マックスオーダーをしたのは、激辛ジョニーが初めてということでね、これまたここに、恵比寿ブバイガラ総本店で、激辛ジョニーの名前が刻まれると。初快挙です、初快挙。どれぐらい辛いんだろうね。お、まあ、でも来ました。お待たせいたしました。こちらが辛麺、辛麺、辛さマックス、激辛マックス。手あげたもん、うわめちゃ、うわー、はい、これ見て、真っ赤っか、すごいですね。いただきます。さあ、辛麺さんお手並み拝見ということで、はい、うわ、もうね、スープがドロドロしてるんですよ。大丈夫かな、じゃちょっと、うわやばい、なにこれ、もうスープじゃない、これ超ドロドロしてる。行きましょう、いただきます。あー、だいぶパンチ効いてますね。あ、なんだこれ、しっかりやった。なんだこの麺、ちょっと麺もいってみましょう。これなんか麺がこれ春雨麺みたいな感じになってますけど、うん、これすいません、これ麺ってこれ春雨使ってるんですかね。春雨っぽいですよ、冷麺。あ、冷麺なんですか。なんかこうサクサクいけるんですよ、ヘルシーですね。ほら、めちゃくちゃ辛いんですけど、一口目辛みがバーンって口の中に広がるんですけど、辛さの中にも旨味がありますね。これ多分味噌ベースなのかな。うん、これ中にこれニラが入ってますね。ニラ、ニラが入ってますね、うん、卵にこれなんだろう、これお肉の、お肉だ、お肉入ってる。あ、豚肉ね、うん、なんか、辛さの系統的になんか
蒙古タンメン中本系な感じがしますね。はい、中本の冷麺を使ったバージョンです。うまい、普通にうまいです。汗びっちょんこですけど、びっちょんこ。YouTube です。 YouTube です。激辛ジョニーっていう名前で、激辛ジョニーで辛いものチャンネルでやってみて、ちょっと食べてみます。これ味ってこれ味噌ベース塩ベース。なるほど、これ辛さの中にこれ塩ベースですね。うん、あ、お肉も柔らかくて美味しいです。これこの冷麺にしか合いますわ。麺はもう終わったんですけど、残りちょっとスープが多いですね。残りわずかなのでラストスパートをかけたいと思います。ちゃんぽん麺今、うまい。これね、ご飯食べたくなる。これ残ったスープに絶対これご飯に合う。うん、ごちそうさまでした。完食しました。オッケー。というわけで宮崎辛麺激辛マックスオーダー、はい、食べ終わったんですけども、はあ、結構辛かったですね。辛いの苦手な方はちょっとこのマックスオーダーちょっと、やった方がいいかもしれないですけども、激辛好きはね、好みこれね、ハマる味です。中毒になるぐらいちょっとこれうまいです。辛いですけど、次がすすりたくなる一杯でした。はい、で麺もね、まさかなので、ちょっとラーメンじゃなくてラーメンの麺とは違って冷麺を使った麺だったんで、非常にこうヘルシーにこうすすれる、うん、食べた後もそんなに胃もたれしないので、まあ女性とかにおすすめかなと思います。麺を食べ終わった後はね、ご飯をチョイスして追加オーダーしてご飯を入れ込んで、食べたらね、二度楽しめると、はい、という感じで辛さレベルの発表していきましょう。九州バカモン、ブバイガーラ総本店さんの宮崎辛麺激辛マックスオーダー、じゃらら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 、辛さレベル7です。おめでとうございます。辛さレベル7です。締めにめっちゃいいですね。もう汗もかくんで、見ての通り飲み会の後にこれをねすすったらアルコールを分解していい感じに締めれるんじゃないかと思います。はい、まあちょっとあれ、ちょっとこれ言い忘れてたんですけども、そもそもこの激辛マックスオーダーはジョニーが初めてということで、オーダーも初めてで完食したということで、また今回もねこうやって名前を刻んだということでやりました。もしこの挑戦に高評価の方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ツイッター等々も更新しますんでフォローお願いします。ああ、今回の宮崎辛麺を一言で表すなら、ヘルシー、美味しい。チャンネル登録